おはようございます。おはようございます。今朝まで10時15分。はい、早い。前からだね。始発できました。篠原さんちょっと遅刻。はい、滋賀県にいます。まあいつもの聖地に来ました。来ました。コナンソングファクトリーに向かってるんですが、はい、とんでもないものができたと、はい、田中さんから、はい、あのこれあの洗ったやつね。プールで、はい、プールで、プールで、あの篠原さんの屋上、本社の屋上で洗ったこの47モデル、もう今調子良すぎ、毎日入ってます。これ今一回見に来てくださいっていうことで急遽スケジュール取って、はい、見に来ました。サプライズあるからちょっとこれも聞いてよってなんか言ってたよね。なんか言ってましたね。ね、何のサプライズなの、ちょっとよくわからんけど。わかりませんけども、はい、まあ、ちょっと行ってみましょうか。はい、なんかいろんなもんできてますよ。どうなってるの。ミニのワークアーティスト。こんにちは。あ、どうも。あ、おはようございます。いらっしゃいませ。すいません、あの、小指立ていただきまして。いえいえ。すいません。ありがとうございます。すいません。今日はちょっと見ていただきたいものがあるということで。いいですか。前回、はい、あの富山の時に、はい、今回このダブル X を履きましょうの話から、うん、あのヴィンテージのデッドストックをお借りしてるんです。それのちょっとフルトレースバージョンっていうので、おあのちょっと作ってみました。まあこれはブリモンではないですけど、そうですね、まあ、今回はあくまでもそうです、ね、まあ、お遊びといいますか、本気の遊びを、まあ大人の遊びですね。ちなみにこれ新たですか。そうだからすげえなと思って。いいっしょこれ、めっちゃいい。カーパッチをちょっと結構ボロボロやったじゃないですか。そうですね。なのでそれを外させていただいて、はい、でそれをちょっと今日お戻しするっていう作業もあって、実はのカーパッチも出来上がってるんですよ。うわすげえ。裏側に幅を当てて、ほんまや。でこれね、うん、あのここの繊維に全部このシュマしていくんですよ、はい、これだからステッチの穴からちょっとはみ出てるのはもうヌーンで消えるんですけど、これでだいぶ触ってください。皮も、うわほんまや、安心感が全然違うもん。前はもうほろ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 って、はい、そうですね、すごいわ。なので今日これをちょっとまあ縫い戻させていただくという景色も、結構です、ね、前回お預かりしたパンツがまあ完成してまして、正直いや今日本入ってるじゃないですか、この方に預けたデッドと、ああいやマジで分からん。うん、いやマジで分からん。え？ど？マジで分からんこれ。え、ステッチマジ一緒じゃないですか。やば、本当だ。わかんないです、本当に。やばいっすね、これ。開きましょう。はい、いいですか、見て。やばっ。はい。まあまあ、これはもう分かってしまいますね。はい。まあ、こちらがビンテージ。はい。で、こっちが今回、作らさせてもらう。まあ、ずっとこれ、折れて眠ってたからギリわかる。そういう話、そういう話。まあ、このステッチ、ステッチとか。半端ないな、これ。うわ、すごい、ほんまや。えぐいです、この母さん。ありがとうございます。やばいな。一緒やん。一緒です。やば。やばいでしょ。で、しかもこれ面白いのが、一、はい、個だけリベット飛んでたんですよ、これ。ここ。ああ、そう、はい、なので、はい、あえて打ってないです。やばー、もうもともと打ってるんですよ。もうますね。あとありますもんね。はい。でも取れちゃってるんで。ほんとだ。まあ、取れてるのが逆にいいなって思って。おもろ。ここもちょっと一応、真似しておきました。え？やばい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 。怖すぎ。だからフェイクって分かるようにしてます。なるほど。はい、なるほどね、はい。危ないんで。え、こんなんどうやってやるんですか？まあ、これはあの僕の本気なんで。本気になるとこういうことがちょっとできてまうっていう。おおどうせ。来ました来ました。
遅れました。すみません。とんでもございません。大丈夫です。全然先生。ありがとうございます。おはようございます。今日は一昨日ぶりです。なんかすごい女性の方多いなと思って、あれ、はい、どうしたんだろう。はいはいはい。富山ってよく来られるんですかみたいな、あ、僕行きますとか言って、ホームホストっていうお店があって、そこ行くためだけに行ってます。とか言って、それで行ったんでしょう。で、ハーレーの T シャツもすっかすかなって。やばい。今日これ見ていただいて、まあ、この仕上がり具合なら例えばこれをダブルネームみたいなやつで山下さんとコラボレーション作品みたいなやつをさせていただけるのであれば、まあ、販売はできるじゃないですか。はい、これしかないでしょう。これがいいですよ。かけますからね。やばいっす。ただでも言葉がね、感動して、ほんまやね、感動します。ほんまやね。でいいですかってなります。今日だからサプライズの話はそっちなんです。あ、出た。え、これじゃなくて、根本さんもいらっしゃるんで、はい、実は根本さんからちょっとオファーいただいて買わさせていただいた G ジャン、まあ 506WX があるんですけども、はい、それがこの高年式のおそらく50年代 の、はい、あのスライドバックルのデニムジャケットがあるんですが、はい、戦後モデルでフルバックのビッグサイズっていうのが生まれてきてるんです。506の G ジャンで46インチ以上で T じゃないフルバックっていうやつがあって、そっちの方が実は T バックよりレアやっていう、生地が取れないから T バックにしたっていうふうに、それは間違いなくそうです。46でフルバックで取れてたってことですか。戦後おそらく生地の幅の溶弱が変わってんと思うんですよ。あ、なるほど。はい、T バックは T バックでいいですよ、うんうん、でもフルバックもあるんだよっていうのを、なんか僕も古着好きとしては世の中の人に知っていただきたい。いやから、知らなかった。ヴィンテージがあるので、はい、それを今回そのこのジャケットに当てたら。これがビッグサイズのフルバックになります。はい、持ってきました。はい。フルバックなんですよ、ほら。うわ、ほんまや。63あります、ね。58だったら、まあ、まあまあ別に普通なんですけど、63あるんで、はい、もう間違いなくですね。63やる。ね、ティーバックって、ティーバックの中でもでかい。なるほど。正真正銘の、はい、本物です。しかもこれね、高年式、はい、足がどうなんですよね。ほんまっすね、ほんまや、どうや。これ、ボタン自体作ってます。なので、あの、どうせやるならこのボタンでいけますよっていう。先回りしすぎでしょ。先回りしすぎてるでしょ。僕が提案したいのは、はい、今回のこのフルカッパーのこの色が、はい、目が面白いので、どうしてもこのゴールド入ってるでしょ。そうです、ね、フルカッパーでジャケットも作れたら、ここはゴールドなんで、そうですね、カッパーにしたい、うん、なるほど。上と下が合うのかな、うん、そうですね、はい、スライドワックルもあるので、これですか、はい、一緒やん。一緒、はい、それがちょっとこういい味が出てきたらそうなるみたいな、うん、かすれてくるので一緒、はい、やばいっす。で、はい、実はこれ裏のツープロングもこれ銅なんですよね。あ、ほんまや。あ、ほんとだ、うん、はい、で実はこれもあります。ここはリアルにやりたいなと思ってるんですよ、はい、でそうなってくると今回ね、このパンツもツープロングにするのかしたいかっていうところです。合わせましょう。あ、合わせましょう。そう、あ、もうじゃあ今日縫います、はい、いけるんですか今日。もうキューピー3分クッキングバリの半端ない。でもちゃんとカットされてる。絶対フルバックでいったろうとか。フルバックで切ってるから。マジで。サイズもこれ両方とも山下さんのサイズに作った。あ、マジっすか。すごいそれ。これ完璧でしょ。いや、完璧すぎて何も言うことないっすよ。でもこれで今日縫うから、そこもちょっと見ていただいて、完成まで行って今日持って帰ってもらいましょう。持って帰っていいっすか。で、持って帰っていいっすか。もうアローって来てください。もう始められてます。行くよとかないっすか。はい、スタートしてますね。すごいわ。なんかこの風景久しぶりね、思いますね、うん、ね、もうあのいつかはこのメンバーでブロックリンですね。あ、すげえ。お願いします。もうあのまずあのトラック絶対成功させるんでね。はい、ね、忙しいでしょ。忙しいですね。いや、すごいな。それぞれの役割があるから、うん、
ミシンがね。アーティストって言ってるから、はい、あのしゃべって塗ってできるやっぱりこの縫製人間にならな、こっちはあかんと思ってて。なるほど。そうなんです。だから人前でしゃべりながら塗れてこそあのエンターテインメントやから。いやすごい。この年式から隠しリベットがこの2になります。はい。こっちはこうなんです。ああはい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 。これが最終でビッグになってこれも消えます。うん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 。戦後モデルだけでも結局こうやってあの縫いのルールがあるんですよ。 これ48の後期、47前期、なるほど、48の前期とか、まあはい、このいろいろあるので、はい、まあ、それをこう細かくこう分けながら、うん、縫い方のルールとかピッチとかが変わったりとか、使ってるリベットが何になったりとか、オーバーロックがどう変わるか、すごい全然嫌じゃないですよ、こういうこと考えるの。あ、楽しい。こっち行きます。はい、いいですね。次このままベルトループとカーパッチ、はい、こっちです。いよいよ、はい、できました。お、できました。いや、はい、これ今からボタン打って仕上げたいと思います。お願いします。山下モデルやからなんかネーミングない。絶対そうくるからって。だからエンドレスパワーみたいな、ワンピースオブロックみたいな。山下さんになんか付随するなんかバックボーンがあったものか、うん、全然違うと思う。アメリカ的な方の名前がいいのか。アメリカも好きやからな。あ、大好きです。どっちでもいいです。ちょっとだけお時間いただいてもいいですか。ちょっとちょっと。で、まあ、今回のちょっと特徴としてここのリベットを打たないという。ああ、そうだ、一個外れてたんで、それはちょっとおしゃれで、はい、これがあれですか、2プロング。そう、2プロングです。はい、全部パンツ完成です。ありがとうございます。ジャーキー、ジャーキー、ありがとうございます。ものすごいよな、刺繍。すごくない？ひろしくん、ね、ひろしですね。すごいな、うまくなりましたよ。やっぱそうっすか。あいつめちゃくちゃ不器用なんですよ。僕がこのブルックリングとか言い出した時に、はい、なんかあいつの中で、はい、やばい、俺だけ置いてけぶりくるって思ったらしいんですよ。指加えて見てんのは嫌やみたいな思ったらしくて、はい、自分もなんかニードルワークできるようになりたいと思って、うん、なんかいきなりですよ、うん、刺繍ミシンやっていいですか？いや、あかんって言って。仕事以外でほんまに練習するんだったら別にあのミシン貸してあるし、うん、やったらええやんけって言って、はい、朝ちょっと早出てきてやったりとか、はい、店終わってから夜2時間残ってやったりとか、はい、もう3年やるとへぇー、今のポジションも、はぁ、あ、素晴らしい。刺繍できてもやっぱり絵心も必要です。確かに、ね、確かにですよね。小中さん、これできるんですか？これが僕があのミシンを切り開けた最初の試練の刺繍やったんですよ、はい、っていうのは、はい、僕最初始めた時ミシンゼロ台ですよ。ミシン探してるんですけど、はい、なんとかなりませんかって言ったら、一回行くわって言ってくれたんですけど、はいはい、実はこのジーパン塗りたいから、うん、ミシンが欲しいですみたいな話したんです。刺繍、うんうん、ミシンやったらあるわって言って、はい、それやったら売ってあげてもいいけど、うん、ほんまにやれへんかったら、うん、あの引き上げるしなって言われたんですよ、ミシンごと。悪戦苦闘して、まあ、約何週間か経った時に、はい、また電話になったんですよ、はい、一回見に行くわ言ってくれはって、はい、その時に見せたんがそれです。はあ、すげえ。ほんなら、お、うん、できるやんみたいな、はいはいはい、その人が持ってた最初の8台を全部譲ってくれた、はい、それが始まりです。すごいスタート。刺繍ってこのなんかこう独特のこうサークルみたいな感じじゃないですか。回して縫うんですね。回して縫うんですよ、このチェーンステッチは。アメリカのお洋服って
、はい、チェーンが多いんですよ、はい、で、うん、チェーン刺繍って A 字体書きやすいんですよね、こういうこと、反対みたいなやつ、はい、逆に日本は横振り刺繍って言って、はい、あのスカジャンの字体が漢字なんで、うん、多分横振りの方が綺麗に出たんでしょうね。なんでこの和柄をチェーンでやってるかって言ったら、はい、これは絶対横振りでしかないんですよ本来。チェーンでもし和柄ができたら世界中誰もやってへん。アメリカ人が日本に憧れて刺繍売ったみたいなのがしたいんですよ。深いな深いな。深いな。だからチェーンでやりたかったんです。なるほど、はい、すごいな、うん、お弟子さんがどんどん育っていくのねえ、ね、この打ち方やばいっすね。これで何年ぐらい？1年はないです。何回洗ったっすかこれ？多分3回ぐらい。マジで。これでもベースセカンドっすよ。セカンドの肩ポケは一応僕の構想内では、セカンド過渡期でファーストが終わってセカンドができましたってなった時に、ポケットが2個つけずに1個のやつがあったんちゃうかなと思ったんですよ。まだ。あー、だ型紙はセカンドやからむっちゃかっこいいっすこの形。パンツはしゃあないけど、ジャケットは、うん、あの外に干しといてって言うと、帰ってきたら洗いたくないやろって言われて、家に入れんといて外に干しといて、匂いちょっとマシになるからなるほど。アメリカ行った時に、はい、ホテルにアイロンを打たれたんですか、はい、スチームシュッって裏からあ殺菌してます。もう家でやったら怒られるんで。でも、もうどんどんやってますよ。はい、持ってきてくるんでね。もう形がだんだん見えてきましたね。結構ありますね。はい、ナフルバック。かっこいい。見たことないロックス。ないですよ。はい。これがあの先ほどの根本さんのヴィンテージの、はいはい、あのまあ雰囲気でフルバック。すげー。名前がもうできたらしいです。おっと。モデル名ですか。モデル名です。一個地名なんですけど、はいはいはい、皆さん絶対知ってると思うんですけど、はい、一個はスタージス。スタージス。おお。スタージス。おお。はい。メープル。メープル、あの山瀬さんの出身の名古屋行地の椎の木がモミジなんですよ。へぇー、あえて英語で言うとメープル。なるほどね、おしゃれ。へぇー、メープルって色変わるじゃないですか、はい、とデニムをちょっとかけた。おお、素敵。どうですかね山瀬さん。繊細な見た目に繊細な。いやでもどっちもいいっす。素敵。ちょっとほんまどっちかにさせてもらう。今そうじゃん。ほんまっすか。はい、ついに完成しました。完成しました。今回のスティッキングに出していただいたヴィンテージがこのようになりまして、はい、はい、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃいいですね。名前は、名前はスタージスで。いやいや、かっけー、かっこいい、これかっこいい、かっこいい、かっこいい、はい、スタージス。これちょっと僕着倒しますわ、これも、うん、本当に、はい、ね、ありがとうございます、本当、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。パッチつけます。あ、そう、あ、そうです。前回あのフォアモーソさんで取った革パッチがやっと戻されると。ありがとうございます。帰ってきました。カーバッチが。これなら強いよね。いやーもうこれやったら安心っすわ、はい。裏も張ってるし、はい。すみません。ありがとうございます。ほんまに。はい。ありがとうございます。素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございます。